アン・マコシンスキーはカナダの学生発明家であり、講演者である。2013年、彼女はホローフラッシュライトという中空構造の熱電会中電灯で Google ググサイエンスフェアでの優勝を果たした。マコシンスキーはセントマイケルズ大学で学び、7年生の時のプロジェクトでキャンドルの予熱を利用して動力を得られるラジオを発明した。また9年生の時に 圧電懐中電灯も作った。マコシンスキーはフィリピン、ポーランド、カナダの家系であり、彼女の父親は二つの医療特許を持つ元ラボマネージャーである。彼女の家族はブリティッシュコロンビア州サーニッチに住んでいる。ヨカには猫の散歩や古い映画を見ることを楽しんでいる。9歳から高校生まで公文に入会しており、2015年には日本において、 ユニクロの CM に起用されている2013年、マコシンスキーは、中空構造の熱電解中電灯、ホローフラッシュライトによって、Google サイエンスフェアで優勝した。母親の故郷であるフィリピンを訪れた時に、そこでの彼女の友人が夜勉強するのに、十分な明かりがなく、高校に落ちてしまったことに触発され、この問題を解決するために、ホローフラッシュライトを発明した。 この発明は一方の側が他方の側よりも熱い時に発電する性質を持つ半導体であるペルティエ素子を使用し手と空気の熱さから生じるエネルギーを引き出した熱電効果を利用している。中空という構造が大流の流れを増加させる作用効果を持つ。彼女は現在商業的な製造及びこの発明を利用した製品を供給することを進めている。 2015年、マコシンスキーは、携帯電話等を充電する、エドリンクによって、インテル国際学生科学技術フェアで優勝した。彼女の高校の友人が、熱いコーヒーを冷ますのに時間がかかりすぎる。また彼らの携帯電話等のバッテリーが切れて、しまうという不平を言ったことから、これらの問題を解決するために発明された。コーヒーと携帯電話等は、 彼女の世代では重要なアイテムであり、彼女は彼らの問題を解決するために、これら二つの作用効果を組み合わせた。この発明は、コーヒーの予熱を電気に変換し、携帯電話を充電するものである。彼女は2013年にテデックス、リッチモンドとテデックスバンクーバーで発表した。同年、タイムの世界を変える30歳未満の30人に掲載され、 カナダワイドサイエンスフェアで金メダルを獲得した。2014年にはテデックス・ビクトリアでザ・プロブレム・ウィズ・インベンションズというタイトルで講演した。彼女が2016年にテデックス・ティーンで発表した話、なぜ私はスマートフォンを使用しないのかは150万回以上の閲覧がある。マシコンスキーは飲み物の予熱を利用して 電話を充電するエドリンクマグカップをジミー・ファローンの今夜の賞で披露し、賞として彼女の教育を支援するための5000ドルが与えられた。また、インテル国際学生科学技術フェアで4つの主要な賞を受賞した。2016年にはポピュラーサイエンス・ヤング発明家に選ばれた。マコシンスキーは芸術と科学との補完関係を信じており、 彼女自身の人生の中で芸術と科学の両方のバランスを取りたいと考えている。そして近い未来に対して芸術と科学のクロスオーバーと複数の分野で複数のスキルを持ちそのバランスを取ることの必要性と芸術と科学が共同できることを子供たちに伝えることの重要性についても語っている。マコシンスキーは2017年の北西航路への2週間の 小旅行での経験から地球と持続可能な未来のために子供たちが再生可能エネルギーを学べる再生可能なエネルギーを利用するおもちゃを発明した。彼女は子供たちに自分の解決策を自ら発明でき他人が作ることを待つ必要はないと感じてほしい。また、周りのリソースを使ってもっとクリエイティブになってほしいと語っている。 彼女は耐熱で動力を得られる発明に対して、カナディアンジオグラフィックとシェルエナジー北米が支援した、クエスト気候補助金から5万ドルの資金を獲得した。2016年、ユニクロのグローバルブランドアンバサダーに任命され、またファイブスターとレノボのキャンペーンを完了した。2017年、マコシンスキーは、ホーブスが選ぶ30歳未満の30人に選ばれた。 マコシンスキーはブリティッシュコロンビア大学の学生としてアーツワンプログラムを修了した。彼女はまたグラマー氏の2018年カレッジウーマンオブザイヤーに選ばれた。彼女はマコトロニクスエンタープライズの創設者である。彼女はいくつかの特許を出願申請している。2017年8月、マコシンスキーはカナダの150周年を 岩井北西航路への2週間の小旅行に乗り出した。2017年10月、彼女はコンバースパブリックアクセスショーにマイリー・サイラスと共に参加した。ありがとうございます。